トミックスワールドテックステーション大宮の入り口、トミックスワールドテックステーション大宮は、埼玉市大宮区桜木町1丁目9の6に、所在した鉄道模型ショールームである。トミックスブランドで鉄道模型製品を展開するトミーテックの直営店舗であった。2013年4月21日にオープン。既存ユーザーへのサービス向上と、新しいファンの獲得を目的としており、 ショールームとサービスセンターの役割を兼ね備えていた。トミックスの N ゲージ鉄道模型のレイアウト展示は、鉄道模型のイベントなどでの出張展示が主で、常設のレイアウト展示はなかった。ブランド発足から37年が経過し、大宮工場や鉄道博物館などを要し、古くから鉄道の街として繁栄してきた大宮に、初めて常設ショールームを開設することとなった。 ショーケースではカタログに掲載中の車両のほぼすべてが展示されている。ここでしか販売されていない N ゲージの限定品を目当てに全国からユーザーが集まった。2019年1月31日をもって営業終了。2019年7月27日に東京都千代田区の神田駅近くのビル内へ移転し、トミックスショールーム東京としてリニューアルした。入り口をくぐると、 昔の駅をイメージした木製の改札口がある。その正面先にはブランドコンセプトや新製品を展示したモニュメントがあり、さらにその奥のカウンターは昔の修学旅行列車の衣装を再現したものとなっている。大宮駅西口から徒歩3分、ソニックシティ前のビッグカメラの裏に所在していた。ありがとうございます。